ジョバンニ・パイ・ジエロ、ジョバンニ・パイ・ジエロ、ジョバンニ・パイ・ズ・ジェロ、七百四十年五月九日から八百十六年六月五日は十八世紀後半のイタリアのオペラ作曲家、セミセリア様式と呼ばれるオペラの代表的人物である。ターラント出身、地元のイエスス海の神学校に通う、美声ゆえに多くの注意を引きつけ、ナポリの音楽学校に送られて、 フランチェスコ・ドゥランテに指示。1763年に音楽学校を終えると、劇場のために、いくつかの幕合劇を作曲。その一つが注目を集め、イタリア各地の劇場に招かれて、オペラを作曲。ボローニャの劇場に LA、L.A. プッポラと、イール・モンド・アル・ローベシオを、ローマに、イール・マーク・エゼ・ディ・アイ・チジパノを提出。パイジエロの名声が確固たるものになると、 数年間ナポリに落ち着く。ニコロ・ピッチンニア・ドメニコ・コチマローザ、ピエトロ・グリエルミラの成功を羨みながらも、自らも一連の成功作を生み出していく。その一つ、エル・ルドロ・チーネゼイは、ナポリの聴衆に深い印象を与えた。1772年に、教会音楽の作曲に着手し、ジェンネラ・ボルボーネのためのレクイエムを完成。同年、チェチーリア・パッディーニと、 結婚、幸せな結婚生活を送った。1776年にエカチェリーナ2世に招かれ、サンクトペテルブルクの宮廷に赴き、8年間を過ごす。この間に魅力的な傑作、セビリアのリハツシール・バビュー・ディ・アイ・シーベリアを完成させる。この人気はヨーロッパ中を席巻した。パイジェロのセビリアのリハツシは、イタリア音楽の歴史において、 一時代を隠するものとなった。本作をもって、18世紀の巨匠たちが培ってきた、気高い甘美さが姿を消し、新しい時代の目も眩むような超絶技巧に道を譲ったのである。1816年、パイジエロの没年に、ジョアキーノ・ロッシーニが、パイジエロと同じ台本に曲付けして、アルマ・ビーバの題名で新作を発表すると、舞台から非難の声が上がった。しかし、 セビリアの理髪詩に題名を改めると、このオペラは、ロッシーニの最高の作品とみなされるようになり、一方でパイジエドのオペラは忘れ去られたのある。不思議な運命の復讐というべきか、かつてパイジエドは、ペルゴレイジの幕愛劇、奥様女中、LA、セルバ・パドローナと同じ台本に曲付けをして、ペルゴレイジの名声をかすめてしまったことがあった。 パイジェロは1784年にロシアを去り、ウィーンでイール・レ・テオドロを上演した後、ナポリのフェルディナンド四世の宮廷に出資、ニーナ・ニナやエル・エ・モリナーラを含む数々の名作ペラを送り出す。生態や王朝の変化の結果、人生の不沈を味わった後、1802年にナポレオン・ボナパルトに招かれ、パリに行き、五年間にわたってその長愛を得る。 ルイラザールオシュ将軍の葬儀のために作曲された早々行進曲をナポレオンは溺愛した。ナポレオンはパイジエロを非常に優遇したのに対し、ルイジケルビーニやエティエンヌ・ニコラメ・メユールを礼遇して帰り見なかった。パイジエロはかつてチマローザやグリエルミ、ピッチンニに対して燃やしたような敵意をこの二人に対して向けた。パイジロはチュイルリ宮殿の宮廷楽団を指揮して、 一万フランの報酬を得たが、パリの徴収から行為を得ることには、完全に失敗した。過激、プロセルピナプロセルピーンは、パリの市民に冷たくあしらわれたのである。1803年に、パイジエルドは、帰国要請を出し、困難に遭いながらも、夫人の病気を口実に、帰国許可を得た。ナポリに戻るや、イナやパイジエルドは、ジョゼフ・ボナパルトとジョアシャン・ミューラによって、 以前の任務に戻されたが、すでにパイジエロは、限界上に能力を使い切っており、もはや新たな需要に尻を合わせることができなくなっていた。善とも当てにならなかった。ボナパルト家の失墜とともに、パイジエロの幸運持ちに落ちた。1815年の夫人の死は、過酷な試練であった。パイジエロの健康はみるみる衰え、他人の人気に対する生来の嫉妬は、 不安や苛立ちの種になった。翌1816年にナポリで不遇のうちに生涯を閉じた。ナポリのジェロラミニ図書館はパイジエロの興味深い趣向集を所蔵している。これは同時代の作曲家に対するパイジエロの見方を書き留めたもので、とりわけペルゴレイジの作品に対してなかなかきつい評論家だったことが伺われる。パイジエロは 知られている限り94曲の歌劇を作曲した。これらは旋律に満ち溢れており、その優美さは今なお高く評価されている。おそらく最も有名なアリアは、L.A. モリナーラからの、我が心移ろになりけりネルコープのミセントであろう。ベートーベン、パガニーニがこれを主題に変奏曲を作曲して、不滅の存在にしたのである。多くの歌劇の実質譜は、ドメニコ・ドラゴネッティによって、 大英図書館に寄贈された。パイジエロの教会音楽は非常に数多く、八曲のミサ曲の他にたくさんの小曲がある。公共曲、ピアノ競奏曲、弦楽史重奏曲など51曲の器楽曲と数々の独立した商品がある。セビリアの理髪氏は今なおイタリアオペラ屈指の人気の演目であるロッシーニ作品に比べるべくもないものの、 稀に上演が行われており、1970年大阪版告白に際しては、イタリアの演奏者歌手を招いて日本初演を行われた前編のカラー映像も残され、DVD 化されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。